カネさん、こんにちは。カネシチュータで今日はですね、この打球効果無効が少なくなったこの世界で、まあ、ラケット落としであったり、まあ、色メロのノクバでね、まあ、相手をいじめていきたいなと思います。まあ、色メロに関しては SS 打ったら GS 回復するし、ディーンの場合はですね、2ポイントに1回 GS 回復して、かつそれがですね、オンザラインの冷えにもなりますんで、まあ、それでも決めつつ、まあ、これでも SS 打ったら GS 回復しますんで、まあ、合計で、まあ、6回は絶対打てるし、なんならまあ、結構無限に回復しますんで、まあ、これでラケット落としなり、色メロの ノックバックなりで倒していきたいなと思います 2>, 2分で知りたいことを解説するちょこっとしろてにっていうチャンネル作ったんでよかったら見てね はい。というわけで、一戦目やっていきたいなと思います。アイテレト2030で、まあラインズマンルカミュウエ、ラインズマン2オーという感じになっているんやけど、まあ初手は色メロでいきますかね。まあこの子で、まあとりあえず、ジン出して、ジャスト打って、ノックバックと。ただ、L2 オーはノックバン向こやんね。なので、ラケット落としで仕留めちゃいます。<laughs> まあ SS だったらこの子ね、なんか、あの、ジン出すことは、ジンというか、なんかキャッチするギミック出せるから、まあそれで多分、ラケット落としは無効化されると思うけど、まあ SS 打つまではね、まあ全然不正ことができないんで、 やっぱラケット落とし二人目、で、あぶねっ。<laughs> 後ろ追ってよかった。コルネでよかったですね。相手ジャスト打ったらブレーダーも飛んでくるから、そこは注意しつつ、で、2ポイント超えたらこの子の GS 温度なんで、はい、これで決めていって、で、全部で、ね、ラケットのスロットスキル3、交代後,後のポイント開始1秒間自動蓄積となっておりますんで、これで、まあ、すぐ SS 打つことができますと。<laughs> ま、相手で、ね、SS 多分まだ、ほら、いい感じでしょ。あの、SS まだ50%ぐらいしか溜まってないんやけども、こっちはもう溜まってるっていうことで、SS も決まりつつ、で、ラケット落としが回復してますんで、まあ、これでですね、というか相手 SS 溜まってた。 <laughs> はい瞬間移動相手にも勝ちましたこれ理想ですね最高はいというわけで2戦目やっていきたいなと思いますはいとりあえず2103で,でまたなんかラインズマニュー,オールで結構強いんかなでまぁ、あ、サテラットって感じやけどサテラも別に打球交換向こうなんかノック場向こうとかなんかなかった気がするんやけどどうやろう、はい、これでジャスト打ってノックバックがはい効きますマジに色メロのノックバック異次元やからな別に今日のあやべえ <laughs> それやられてしまった。あの別に今日ノックバックとか書いてなかったんちゃうかな普通のノックバックっていう感じの表記なのにも関わらず、まああそこはね、ノックバック書けることができるんで、マジであえてノックバ向こう不動とか打球効果向こうなかった地獄なんで、最近色メロの使用率、勝率上がってきてますよね。ちょっとやばい。あ,あ、ギリセーフですね。はい、これで決めていっても次交代したら SS 回復しますんで、<laughs> 回復とかも SS 溜まりますんで、まずまあラケット落としするでしょで、こっからの、 ss で同感決めていくと。そしたらまた gs 回復するから、まあ、これでラケット落とせるし、どうしようかな。俺 d ン使ったっけ ?d ン使ってなかったら d ン出して、もうオンズラのヒエン。あ、使ってないね。ただ、ちょっと暗闇嫌やな、マジで。これほんま見えにくいよな。まあ、一応靴のな、スロットスキル位置に、あの、暗闇向こうつければ対策できるから、てかロブ打っちゃったマジでやらかしたな。<laughs> いや、マジ暗闇見えんって、どこやね、s。 ちょ、それ無理。僕 <laughs> はちょっとしょうがないとして、まあ、こっから、まあ、レシーブに関しては多分相手ラケット落とし防ぐ策くないと思うから、ラケット落としていって、あとは、まあ、相手ノックバック効かへんけど、まあ、ジャストでうにが決めるっていう感じになるから、どこ、んどこ、あ、ギリ取れたラッキーで、ラケット落ちてるから決まりましたと。で、SS 溜まってるから、まあ、これで、まあ、GS 回復させてみたいな感じになるから、<laughs> <laughs> や杉すぎはいこれで戦闘か打ちますあ決まったしなんなら今度はもうラケット落としでとどめなんじゃね <laughs> 最高もちろんまあ聞かへん相手がな一体でもおったら結構積むような感じの編成ではあるんやけど俺の編成だ誰で戦うことになるんかな、まあ、ディーンが主に、まあ、主戦力になるんかなただディーンもな,なんかあの御座保護してくれる系じゃないと月見来くるだけで結構積みそうな感じするけどはいいい感じで決めれましたと。<laughs> はい。というわけで3戦目やっていきたいなと思います。最低レート2122で、まあ、色メロ、ラインズマン、ルカと、あと、まあ、えっと、誰やってっけめっちゃダメージを与える、こう、ネロやね。がいるっていう感じやねんけど。あ、アイテム、色メロで、ラケット落としのラケット積もでますね。<laughs> あと、このネロのなんか凍結普通に強いよな。なので、この色メロのジャスト陣と、まあ、このネロの組み合わせみたいなも結構多いと思うんだけど。さあ、これで、ルカは、ラケット落としとか効くんかな効きそうやな。はい。 <laughs> でも、まあ、色々のジャスト陣があったら、まあ、こういうね,、まあ、ね、ネット際からスピンも打つことができますんで、まあ、それでも決めることができると。さあ、どうするまた、次、ン像来ますぜ <laughs> 取ったとしても、ラケット落とされますぜはいはいはい。決めていって、もうこれ交代したら、SS ゲージ満タンなんでっていう。<laughs> いやいやー、俺絶対こんな相手と戦いたくないんだけど、どうするんこれ。<laughs> はい、セン打って、で、これで、もうロケット落としして、あ、s 来ない、オッケー。危ないけど、ギリ決まりましたと。 結構ラケット落とるの時間長いからね、このラケットは。なんか他にもラケット落ちるね、ラケット何個かあるんやけど、やっぱりまあこのラケットが一番落ちる時間長いですね。一応まあ相手が打球効果向効うあっても、空中型ギミックでラケット落とすとか、地面型ギミックでラケット落とすっていう、まあラケットもあるんで、まあそれぞれのいいところがあるんやけど、まあ空中型ギミックで相手のラケット落としたところですぐ拾われてみたいなパターンにもなり得るから、まあその後 SS とか打つんやったら別やけどっていうかアウトだった。<laughs> ラッキー。 はい。というわけで、続いてのアイのレート1969で、まあ、サテラとラインズマン D とラインズマン 2O ですと、ちょっとまだサテラと戦ってないから、できればサテラとか来てくれたらな、とか思ってたりするんやけど、来てくれへんから。さあ、よろしく。あ、来そうあ、変わりました。わ、暗闇かけられるやつやん。まあまあ、でもね、初めの、ま、2ポイント取ってない場合は、これね、GS の起動が冷えになるだけなんで、まあ、別にそこまで大したことないかなと思うんやけど、ただ、暗闇かけられたんがちょいめんどくさいね。 あ、この子食らわへんねや。状態上向こうついてるのか、靴のスロットスキル値に何かつけてるかやねあらっき <laughs> 後ろの子をなんかめちゃめちゃ有能やな。あ俺が絡むってもっとってくれると、あ、アウトしもうた。これしょうがないね。やっぱ普通に。これはジャスト確定の、まあちょっとしたデメリットというか、まあそういう感じかな。で、これで、オンザのやつはドカン打っていくと。まあ自分が2点取っても相手が2点取ってもオンザになるんが、まあええー、とこですね。 さあ、あこれで、どうしようかな。この子で SS 打って。あ、その子はもう俺勝てるん知ってるよ。はい、これで SS 打って。ていうか、相手パラライかかるんじゃん。スピルタイプやってるの気がする。パラライ、あ、かかってんな。んかかってるか。よいしょ。はい、後ろの子、ほんまに言うの。<laughs> 俺が空振っても大丈夫ですと。で、まあ、あと、色メロ、えー、ね、色メロ GS 打ってないから、まあ、これでも、ラケット、ちょっと、暗闇が強いわ。<laughs> 暗闇やめてくれ、マジで。 よし暗くみないこの子でもう行くしかないね。ま、交代児もあるしね。おおアオりかい珍しい <laughs> めっちゃ久しぶりになんか当たったわ、アオりの人と。 はい、これで、ちょっとディーンに変えちゃったけど、ディーンね、ちょっとだけ、まあ、あれなんか、2ポイント出さないと GS 回復せえへんから、まあ、そこはちょっと難点かな。他のこの2人はさ、SS 打ったら GS 回復するっていう感じやから、割と使いやすいねんけど、でもどうなのよな、SS 打たなあかんっていうデメリットあるから、まあ、そこはどうなんかっていう感じはするんやけど、さあ、あこれで、ちょっとオンザ GS にかけるしかない、マジで。俺、これで、アップクレー やばい10秒とは言えさ俺多分これ3ポイント目ちゃうんでいいんだす2ポイント目からちょっと分からへんけど長いよなこんなすぐ点とか決まってしまうと特にもうこういう時に月見身のねあのクルクルショットとか打てたら結構時間稼いでええんやけどねはい後ろで返しつつどうしよっかなこれスマッシュでああパラライ効いてるやんあいいねこんなんネット前からボレしたらもう一発ちゃうういスマッシュしてからのてかあえてダイブとかしてくれへんからしてくれたらめっちゃパラライズ時間ガチーって止まんのにな よいしょ。おお、ロブのやつになった。あ、これロブになるのとまっすぐになるのの、なんか基準がいまいち分かってない。俺、始めの方はロブになると思ってたんやけど、そんなこともない <laughs> よいしあ、いい感じ。すましないぜ。なんかまたお疲れって言われてんねんけど <laughs>。俺が天気見えた時に言うてないなんか謎に。逆やない煽るんであれば。よいしょ。はい。<laughs> ギブもするんかい。 で、ま、この編成割と勝つことができるんやけど、ま、このオスクロルとかやったら打球効果無効初手からついてるんで、ま、このノックバも効かへんし、ラケット落としも効かへんかったり、あと、ま、エレナーも下フリックのモードやったら、このラケット落とし返すことができるから、ま、これで失点する可能性もあるよね。ま、これねやったら後ろの子で返せば大丈夫やってんけど、ま、それはちょっと俺がスっただけね。で、ま、この、ま、ソフィーに関しても打球効果無効と、あと、ま、ジムもあるから、ま、ラケット落としとかもちょっと刺さりにくいから、ノックバも効かへんかったし、うん。で、ま、あと、アルベドとかもラケット落とし、ま、効きませんの でまあ、この後ろの方で返してあげるとか。あと、まあ、月見はね、ラケット落とし効くんやけど、普通に勝つん厳しい。<laughs> マジで。なんか、こんなエグいさ、女の多分ばっかり打ってきてさ。ほんで、まあ別に、ちょ、これはあの、俺が打ち上げたらから悪いねんやけど、まあ、ラケット落とし戦法でずっと行き負げたらいけるかもやけど、まあ、えてローブショットで時間稼ぎもできるから、ラケット落とし実質無効化みたいなことされる可能性もあったりするんで、まあ、月見もあんまり、まあ,あ、のこういうキャラクターで抗わない方がいいかなと思いましたね。まあ、それ以外ね、結構刺さるんで、よかったら使ってみてください。というわけで、また皆さん お会いしましょうバイバイ